コンスタンティノープル。コンスタンティノープルは、東ローマ帝国の首都であった都市で、現在のトルコの都市スタンブールの前身である。強固な城壁の守りで知られ、330年の建設以来、1453年の陥落まで南高不落を誇り、東西交易路の要衝として繁栄した。聖教会の中心地ともなり、現在もコンスタンティヌーポリ総主教庁が置かている。 コンスタンティノープルは330年にローマ皇帝コンスタンティヌス一世が古代ギリシャの植民都市ビュザンティオンの地に建設した都市である。この地は古来よりアジアとヨーロッパを結ぶ東西交易ルートの要衝であり、また天然の良好である金閣湾を要していた。当時の都市名のコンスタンティノポリスはコンスタンティヌス町を意味する。 330年より東ローマ帝国の行政首都として建設された。西ローマ帝国において西方聖帝が消失した後には、同地で新ローマ、第二のローマとする意識が育ち、遅くとも6世紀中頃までには定着した。東ローマ帝国の流星とともに30万から40万の人口を誇るキリスト教圏最大の都市として繁栄し、都市の女王、 世界の富の三分の鬼が集まるところとも呼ばれ、また古代の建造物が残る大都市としてその世を誇った。聖教会の主張であるコンスタンディヌーポリ創始教座が置かれ、聖教会の中心ともなり、ビサンティン文化の中心でもあった。都市の守護聖人は聖母マリアである。コンスタンティノープルは強固な城壁の守りでも知られ、 東ローマ帝国の長い歴史を通じて外敵からの攻撃をたびたび跳ね返した。しかし1204年に第四回十字軍の攻撃を受けると衰退が加速した。1453年にオスマン帝国によりコンスタンティノープルが陥落し、東ローマ帝国が滅亡すると、この街はオスマン帝国の首都となった。日本ではこれ以後をトルコ語によるイスタンブールの名で呼ぶ。 ことが多い。ただし、公式に、イスタンブールと解消されるのはトルコ革命後の1930年で、ある。現在も、東方正教会及び、アルメニア市と教会は、コンスタンディヌーポリ総主教座をイスタンブールに置いている。東方正教会のコンスタンディヌーポリ総主教の、正式称号は、新ローマコンスンディヌーポリの大主教、全地の総主教であり、 この年に付された、新ローマの称号は、現在もなお生きている。日本語では、一般的に、英語名の音訳である、コンスタンティノープルがよく用いられているが、古典ラテン語では、コンスタンティノポリス、古典ギリシア語では、コンスタンティヌーポリス、中世ギリシア語及び、それを受け継ぐ近現代ギリシア文語、カサレブサでは、コンスタンティヌポリス、同綴り、現代ギリシア語、 リモ的では、コンスタンディヌポリのように故障される。1453年に、オスマン帝国に占領されてからは、オスマン語で、コスタンティーニーへ、とこれた。現在の都市名としては、トルコ語のイスタンブール、である。哲学、思想学の分野でギリシア語文献を日本語分けする、際などは、ギリシア語ではなく、ラテン語の慣用的な音訳、コンスタンティノポリスが使用されることが多い。 この他の辞書としては、新ローマ、その町などがある。外名としては、ロシア語などのスラブ系の資料の中で、皇帝の町という呼び名が使われているほか、バイキングから、偉大な町と呼ばれることもあった。漢字では、君府という当て字も用いられる。ビュザンティオンは、古代ギリシャの植民都市に起源を持ち、古来よりアジアとヨーロッパを結ぶ、東西交易ルートの要衝であり、 また、天然の良好である、金閣案を要していた。コンスタンティノス一世、大抵は、リキニュースとの内戦の中で324年に、ビューザンティオンを攻略すると、この地に着目し、都市計画を一新して、コンスタンティノポリスを建設した。開都式は330年5月11日に行われた。この当時、コンスタンティノープルは、 ローマ帝国の一地方都市の域を出ていなかった。コンスタンティヌス一世がローマに代わる新しいローマを建設したという考えは当時は存在しなかったようである。地域もビュザンティオン時代と比べれば大幅に拡大されたが、広大より狭かった。コンスタンティヌスの後継の皇帝たちもこの町に常住したわけではなかった。この都市には ローマに習って、元老院などいくつかの役所が設置されたが、法務官、古民官、財務官、首都長官などの重要な首都機能のいくつかは設けられなかった。また元老院も、首都ローマの元老院とは異なり、この年の元老院の議員は、クラディッシムス、称号とはみなされなかった。しかし、コンスタンティノープルは徐々に、その重要性を増していくことにいる。 地政の多くをこの町で過ごした最初の皇帝はテオドシウス一世である。テオドシウス一世の死後、ローマ帝国の東西分裂が定着すると、コンスタンティノープルは東ローマ帝国の首都として定着し、410年、ローマが西モート人により略奪を受け、帝国の東方でも噴属がドナウ川の北に迫っていた。防衛体制を強化するため、テオドシウス二世は、 現在も残っている南高フラクのテオドシウス城壁を建設し四百十三年に完成した。以後ローマが急速に衰退していったのに対してコンスタンティノープルの人口は増加し続けた。市内には宮殿やハギアソフィア大聖堂をはじめとする教会、大浴場や劇場といった公共施設が数多く作られた。ローマ人の皇帝が 西ローマ帝国の地から消滅した476年頃になると東ローマ帝国の人々にはコンスタンティノープルは第二のローマという意識が芽生えていった。6世紀には毎年5月11日のカイト祭が帝国の重要な記念日として盛大に行われるようになり、コンスタンティノスが新しいローマを建設したという意識が定着した。の皇帝エスニアヌス一世のもとで 東ローマ帝国は最初の流星を迎え、コンスタンティノープルはキリスト教を世界最大の大都市、全世界的に見ても最大級の大都市として繁栄した。市民にはパンが無料で支給される一方、競馬場では戦車競争が連日開催され市民はそれに熱狂していた。古代ローマにおけるパンとサーカスはこの時代でも帝国の東方では維持されているのである。 ユスティニアヌスイ世紀の死後、東ローマ帝国は急速に衰退し、領土は縮小していった。7世紀になるとサーサー・アーガーサ、ついでイスラム帝国によって、シリア、エジプトなどの国葬地帯を奪われ、皇帝、ヘラクレオスはコンスタンティノープル市民へのパンの支給を廃止した。674年から678年には、コンスタンティノープルはイスラムの海軍によって毎年包みされた。 この際は秘密兵器であるギリシアの火を用いて、イスラム海軍を撃退することに成功したが、相次ぐ戦乱などから、市民の人口も激減し、水道や大浴場といった公共施設は打ち捨てられ、市内には空き地が目立つようになった。717年から718年には、イスラム帝国の大遠征軍がコンスタンティノープルを包囲したが、皇帝レオーオン三世によって、 イスラム軍は撃退された。徐々に東ローマ帝国が国力を回復させていくと、コンスタンティノープルにも再び活気が戻ってきた。766年には人口増加に対応するために水道が修復された。コンスタンティノープルは戦車競争に熱狂していた古代の市民に代わって、絹織物や貴金属工芸などの職人や東西貿易に従事する商人などが住む。 商工業都市として蘇ったのである。東ローマ帝国が、東地中海の大帝国として復活した旧世紀になると、宮殿や教会、修道院が多数建設され、孤児院や病院のような事前施設も建てられた。古代ギリシア文化の復活とそれを受けた、ビサンティン文化の進行も進み、マケドニア朝ルネサンス、コンスタンティノープルは東地中海の政治、経済、 文化、宗教の拠点として、またロシア、ブルガリア、イスラム、帝国、イタリア、エジプトなどの各地から多くの商人が訪れる公益都市として繁栄を遂げ、10世紀末から11世紀初頭の帝国の前世紀には人口30万から40万人を擁る大都会となった。当時の西ヨーロッパにはこの10分の1の人口を抱える都市すら存在せず、コンスタンティノープルは キリスト教世界最大の都市であった。11世紀後半になると、東ローマ帝国は、セルジューク朝の攻撃などを受けて弱体化するようになり、コンスタンティノープルの繁栄は一旦を衰えるが、11世紀末から12世紀のコムネノス王朝の時代に帝国が再び強国の地位を取り戻すと、国際交易都市としての繁栄を取り戻した。11世紀以降、 イタリアの都市国家が東地中海に勢力を伸ばしてきた。特にベネツア共和国は東ローマ帝国と徐々に対立を深め、1204年の第4回十字軍を強さしてコンスタンティノープルを海から攻撃させた。海側の城壁は高さも低くコンスタンティノープルの弱点だった。4月13日コンスタンティノープルは陥落し、十字軍兵士による暴行。 虐殺、虐奪が行われた。十字軍は、コンスタンティノープルを首都として、ラテン帝国を建てたが、存立基盤が弱く、ベネツィアの海軍力、経済力に依存していた。このためコンスタンティノープルにあった、美術品や宝物は、食料代などとしてほとんどベネツィアに持ち去られ、僧霊さを誇った、宮殿、教会といった建造物も、廃墟と化していった。 1261年7月に東ローマの亡命政権カイア帝国はたまたま守備兵が不在だったのをついてコンスタンティノープルを攻撃、奪回した。これによって東ローマ帝国は再興されたが国力は以前に比べて格段に弱くなっており帝都の大半はアレルに任された。人口も4万から7万人に減少し貿易もベネツヤアやジェノバといった イタリアの都市に握られてしまい、都に富をもたらすことはなかった。14世紀になるとコンスタンティノオープルは、オスマン帝国軍に、たびたび包囲され、東ローマ帝国の命運も、風前の投下となった。ただ、文化だけは最後まで栄え、古代ギリシア文化の研究がさらに進み、ビサンティン文化の中心としての地位を維持した。この文化の繁栄は、当時の皇室の聖。 パレオロゴス王朝をとって、パレオロゴス朝、ルネサンスと呼ば、西欧のルネサンスに非常に大きな影響を与えた。1453年4月、コンスタンティノープルのダッシュに並々ならぬ意欲を燃やす、メフメト二世が、10万のオスマン帝国軍を率いて、コンスタンティノープルを包囲した。オスマン側は、大型の大砲、ウルバン砲を用いたり、艦隊を陸越えさせて、 金閣湾に入れるなど大規模な行為作戦を行った。コンスタンティノープルの堅固な防壁は健在であり、東ローマ帝国軍とイタリア人傭兵部隊はわずか7000の兵力だったにもかかわらず2ヶ月にわたって抵抗を続けた。しかし5月29日未明、オスマン軍は総攻撃を行い、缶抜きを締め忘れた城門から、ついに城内へと侵入した。コンスタンティノープルは陥落し、 最後の皇帝コンスタンティノス11世は乱戦の中で戦死、東ローマ帝国は滅亡した。メフメト2世は兵士たちに都市を3日間略奪するように命じたが、古代から続くこの帝国への敬意を忘れなかったため、数時間後に一転して軍の行動を阻止するように命じた。その後ハギやソフィア大聖堂などはモスクへ回収された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。